はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかで、新しい、撮影機材を購入しました。撮影機材といってもカメラではなくて、カメラにつける、スピードライト、ストロボと、あとは、レンズです。で、まずはこのストロボということで、こちらね、スピードライトということで、ニコンのやつです。自分が使っているのは基本的にニコンなので、まあ、いくつか買い替えましたけど、今使っているのはニコンの D610。4年ぐらい前に購入したやつで、その当時の価格で、まあ、このレンズ 28mm から 300mm のレンズを含めて、26万円で購入しました。で、まあそれでも4年経ってるんで今いいやつ、この口径で D750 かな。でこの間カメラ行った時 D850 ってあって、それが画素数が4600万画素でした。これ2400万画素なんで倍近いなと思ってびっくりしましたね。いやそんなのが出てるんだなって、どんどんカメラって進化してるんだなって感じがします。ただまあちょっと当分はねまだ買えないかなと思って、ニコンの D610 で頑張ろうと思ってます。まあでもニコンの D610 も当時出た当時が、26万ですからね。その当時で D800 の次に高いやつだったんで、まあ全然いいやつなんですけどね。でまあこんな感じで今、このフラッシュライト、スピードライトをつけてですね、で今オンにして、やってます。でこれを実際こう撮るときにね、こういう感じ、だからこれでたまにその講演会とかで、写真の撮影の依頼を頼まれる時あるんですけど、その時って会場が広かったりするんで、まあ、自分自身が講演することもあるんだけどね。で、撮影も頼まれることあるんで、まあ、撮影します。でその時にね、やっぱりその会場広くてちょっとね光が届かない時があるんです。間近まで行くことができてもなかなかちょっと近くまで行けない時あるじゃないですか。もちろんこのレンズだけ行くから300とかもう一個レンズ望遠持ってるんでいいんだけど、光の実際暗い中で達成するとはちょっとねうまく撮れない時があるんで、その時に役立つのがこのスピードライト、ストロボ撮影です。だからこれでうまく撮れますし、まあ普通の写真を撮る時なんかもやっぱりその、よく写真がね、撮れると思います。一応この角度も調節できて、ここでこういう感じで、ね、今このように確保してやってますけど、光の、ちょっと調節もできたりします。なんでここの上を向いてやって、まあ、こういう感じでできるんですけどね。なので、まあ、これネットでいくらで落としたかっていうと3万5000円でそんなに高くないです。 SB700 ということで、まあすごく新しいものじゃないんですけど、まあ、一応新品で購入しました。なのでこの、ニコンの、ね、スピードライト、これもちょっと海外に持っていこうかなと思ってます。基本的に海外に持っていくっていうのは、レンズ結構置いていったりして、軽くいってます。それなんでかっていうと、海外を中長期で、まあ、一か国だったらいいんですけどね、中長期でいろんな国回るとなると、荷物をこうって持って移動しないといけないので、極力ね、軽くしないといけないと思ってる。それじゃないと疲れちゃうんだよね。なので、まあ、あえてこのレンズに関しては、28から 300mm、 これ26万で買った時に全部ついてたわけですけど、まあ、これ1本あれば近くのものから遠くのものまで多少で、ね、撮れるわけです。だから望遠で撮ってちょっと遠くのものを撮って、でボケ感も出したりできるんですけど、なかなかいいです。今までそれで困ってるのなかったんだけど、ただボケ感を出す写真もちょっと撮りたいと思って購入したのが、こちらのニコンのレンズです。これは AFS の、50mm ので、 FC が 1.8 です。1.8 ということで広角ということで、ね、まあ、明るい写真が撮れるし、ボケ感がある写真も出せると、ね、撮ることができるので、思います。でレンズちっちゃいです。こちらが28から 300mm ということで、まあ、重いです結構ね。これは 50mm の単焦点なんで、単焦点のレンズなんで、でこれ軽いです 50mm ということでね。これがもうちょっと 200mm とかなったらもちろん重たいですけど、これはこれでね軽いんで、まあ、海外ちょっと持っていこうかなと思ってます。これプラスアルファでこれも使っていこうかなと思ってます。本当は海外に中長期で行く際も持ってきたいものがこういった望遠レンズで、これでも一応 300mm なんだけど、これがタムロンのやつで結構高いですよ。これタムロンの、レンズということで150から 600mm ということで重たいです。これだけでも重たい。だからこれに、つけてね、実際例えば撮影することもできるんですけど、ちょっと重たいです。だからこれだけ持ってってね、いやだから一都市だけだったらいいんだけど、いろいろと移動するとなると、これでまあアフリカのサバンナ行く時はこのくらい持ってきたいんだけどね。それは結構その離れたところから結構よく撮れたりするわけです。なんで被写体ね、動く被写体を撮る時なんかもサバンナ行った時ね、こんな感じで連写で
取っていきたいと思うんだけどね。だからこれ持ってきたいんだけど、まあ周遊する際はちょっと持っていけないかなって。本当に重たいです。結構ね重量になるんで盗まれちゃう可能性あるし、これはすごく目立つじゃないですか、うん、まあこんな感じです。新しくまあ機材を購入したということで、説明させていただきました。なので皆さんもね、まあ良い写真を撮るのにはやっぱり良いカメラが出ないといけないです。だから例えば皆さんがね F1 レーサーいますよね。 F1 レーサーが軽に乗ってで、ある程度運転慣れた、素人の人が、例えば GTR とか日頃フェラーリに乗り慣れてる人が、まあ、フェラーリやって、じゃあフェラーリ対もしくは GTR 対 K で、じゃあそのねその直線で勝負した時どっちが勝つかって F1 レーサー K の F1 レーサー負けるって分かりますよね。だからそれと一緒なんです。機材っていうのはやっぱり何でもそうなんだけど、いいもの持ってるとやっぱりそれなりにやっぱりいい写真が撮れます。なので、ある程度やっぱいい写真、いくら腕がある、まあ、腕もありますよ、ただ腕もそうなんだけど、やっぱりいい機材、写真カメラでありレンズであり、揃えていくっても重要だし、もちろん撮影する時間帯も見極めてどこのアングルからいいかっていうのもあるし、あとは光の加減調節したりとかね、そういったところも腕ってあるんだけど、やっぱりまずはあのいい機材を購入しない限りはやっぱりいい写真もなかなか撮れないのかなって感じはするので、皆さんがどうしてもねいい写真を撮りたいのであれば、機材、良い機材を持つといいかなって感じはします。まあ、今回機材の紹介させていただいたんですけど、皆さんも何かね分かんないことがあれば、聞いていただければと思います。ビデオカメラに関しては一応まあ買い替えとね、まあ、パナソニックで、パナソニックのやつ持ってたのは 4K のやつなんで、盗まれちゃったんでシンガポールで酔った勢いでね、まあ、この今使ってるのがこのソニーの 4K のビデオカメラ FDR の AX100 です。ただこれに関してはね結構今さっきからこれアップしてこれを収録してパワーディレクターでねアップして、一応メモリ 8GB あるんですけど 4K でアップしようと途中で電源落ちちゃって大変です。だからメモリを増設するか新しくパソコン買い替えないとちょっとついていけないんですけど、こんな感じです。沖縄行った時の動画って結構これで撮ってるんですが、まあ、8割ぐらいこれで撮ってるんでね、ある程度いい画質ですから撮れてると思うんですけど、まあこんな感じです。他にも機材あるんで、まあ、また皆さんにねご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。